妙音通駅は名古屋市水北妙音通り3丁目にある名古屋市 A 地下鉄名城線の駅である。駅番号は M24。プラットホーム相対式ホーム2面2線を有する地下駅。出入り口は2カ所で地上とコンコースを結ぶエレベーターは一番出入り口の近くにある。近年まで改装工事がほとんどなされていなかったため駅構内は 全体的に開業当時の様子を色濃く残しており、レトロな雰囲気のある駅であった。しかし、2008年にバリアフリー対応工事が行われたため、エレベーターが設置されたり、トイレもバリアフリー対応トイレに大改造された。そのため、現在では開業当時の面影がやや減ってしまっている。当駅は、名城線南部駅、つと区金山管区駅が管轄している。 当駅の新玉橋寄りには、保線工事に使用される、作業用車両の留置場がある。2019年度の1日あたりの平均乗車人員は2080人で、名古屋市営地下鉄の駅で、最も利用者が少ない。これは、隣の新玉橋駅、堀田駅や名鉄の堀田駅、古族駅に比較的近いためでもある。利用者数は、名鉄古族駅より多い。 古族駅この駅は、水北に位置するが、山崎川の対岸は、南区である。また当駅のすぐ西で、名鉄名古屋本線の直下を通るが、名古屋本線側に、駅はなく、最寄りは川を渡った対岸の古族駅である。2015年4月1日以降、接続するバス路線はない。最寄り停留所は西へ少し離れた、秒音通り2丁目。 2015年3月31日までの最寄り停留所は、病音通り4丁目となっていた。以下の路線が乗り入れ、名古屋市交通局により運行されていた。かつては展開場も存在し、大曽根駅などのバスが折り返していた。また、現在の中央16系統は、鳴子北駅から発着しているが、かつては、病圏町発着で、病音通り4丁目もルートになっていた。 ありがとうございます。